皆さんこんにちは。こんにちは。上総市長の神田武史でございます。ようこそ市長室へ、9月号をお送りしたいと思います。今月はこの上総市障害学習センターにあります生き生き茨城夢国体守谷上総坂東の実行委員会事務局前からお送りしたいと思います。いよいよ45年ぶりとなります茨城国体まで1ヶ月ちょっとというふうになりました。全国からこの上総市にまた守谷坂東このハンドボール競技で開催をいたしますけれども、多くの皆さんが上総市にお越しになります。これまでこの実行委員会事務局を中心に長年準備を進めてまいりました。今日はその実行委員会事務局長であります古谷局長にお越しをいただいておりますので、古谷局長にその準備状況をお聞きしたいというふうに思います。じゃあ古谷局長、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お世話になります。今までこう準備をしてきてくれまして、はい、いよいよとなりました。はい、今の状況をちょっと皆さんにご報告をお願いします。よろしくお願いします。国体開催に向けまして、競技会場や駅周辺など、選手や来場者をお迎えする準備を着々と進めています。そして、おもてなしをコンセプトにクラウドファンディングを実施しています。選手団をきれいな花で出迎えるプランターの設置、手作り応援のぼり旗の作成設置、市民や市内小中学生に配布する応援観戦グッズの作成、来場者の皆様を食でもてなすおもてなしブースの設営を行うものです。国体を盛り上げたい、選手団のおもてなしに協力したいという皆様の熱い声援を届けるプロジェクトにぜひご協力をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さまざまな、ね、はい、取り組みを事務局長を中心に、行ってきていただいてますし、市民の皆様にも花いっぱい運動も含めてですね、お手伝いもたくさんいただいて、おります。全国からお越しになる皆さんに、おもてなしの気持ちを持って、お迎えを したいと思います。9月ですから、関東東北豪雨あれから丸4年が経つ月にもなります。全国の皆さんにお世話になったあの水害の時、それを思い出してですね、全国の皆さんを感謝とおもてなしをしていきたいと思います。ぜひ皆さんも参加をしていただいてですね、国体を盛り上げていただければありがたいと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。ありがとうございました。はい、もう一つ皆さんにお知らせをしたいと思います。鬼怒川決壊から4年というお話をさせてもらいましたけども、いよいよ堤防整備を進めていました鬼怒川、この堤防が完成をいたしまして、サイクリングロードとしてですね、開通をいたします。今月9月の23日、サイクリングフェスタ、鬼怒川で堤防でみんなで自転車でご家族揃ってご参加いただければありがたいと思います。詳しくは市のホームページご覧いただければありがたいと思います。お待ちしてます。